雄大な富士の裾野をぐるり一周。富士山の裾野約153キロを歩いて一周する歩き旅です。壮大な距離も複数回に区切り、月に1回ずつ無理なくご参加いただけます。富士山裾野ぐるり一周ウォーク。この日の行程はこちら。道の駅勝山から北口本宮富士浅間神社までを歩きます。ガイディングレシーバーをつければ離れていても歩きながら講師の説明が聞き取れます。歩く前にまずはしっかりと準備体操。今回のコースの見どころは富士五湖の一つ河口湖畔の遊歩道歩きです。ご参加いただく方の主な目的は体力づくりや健康維持。富士御室浅間神社に到着しました。富士山のその周辺には浅間神社と名の付く神社が多数点在します。さあ小休止を挟みながらまた次のポイントまで歩きましょう。食事場所にバスが待機しているので体調を見て午前または午後のみの参加も可能です。お昼ご飯は屋内で召し上がっていただきますので雨の日でも安心です。お弁当ではなく季節ごとの地物や郷土料理の温かいお食事を味わっていただけます。この辺りでは天気がいいと美しい山裾まで見渡すことができます。ツアーに参加した方が撮影したお写真です。皆様なら雄大な富士をどんなフレームに収めますか？さらに尾市旧戸川家の住宅を見学。こちらの垣根のところまでが市で管理している、敷地面積ですね。そしてゴール北口本宮富士浅間神社に到着。この日一日皆さんが歩いた距離はおよそ12キロでした。その後最寄りの施設で温泉に入っていただき、この日漢方を迎えられた方々に漢方証が授与されます。今は水気ですね。できるだけ参加したいと思ってます。なんか思い出に残るような内容をしていただきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。健康のこともあるしね、いろんなね、得することがあるんですね。でやっぱり何回もね、こうやって続けてきてるとお友達になるのもね、いろんないいですね。回を重ねるごとに仲間の輪が深まる歩き旅。皆さんも同じ目的を持って歩いた仲間たちと一緒にゴールの感動を味わってみませんか？